リビアの首相は、リビアにおける政府の長である。ここでは1951年の独立以降の首相について記述する。リビアは独立後、その政府の長の役職名は、首相、全国人民委員会初期と変化し、2011年の内戦後は首相に戻っている。約1年間のリビア国民評議会による暫定統治下では、日本の外務省では、 執行委員会委員長が首相に相当する役職としていた。2012年7月に国民議会選挙が実施され、内戦後のリビアを暫定的に率いてきたリビア国民、評議会は8月8日に審議会、政権議会に権限を異常し解散。2014年6月25日に行われた大議員選挙の結果、 GNC で多数を占めていたイスラム勢力は影響力を失い、旧 GNC を支持する勢力が台頭。8月4日に GNC から法への権限移譲が行われたものの、両者の対立は深まり、9月に GNC はオマルアルハーシーを主犯とする旧国政府の発足を宣言し、新たな国民議会を設置した。一方、 国際的な信任を受ける方は、アブドゥラー、イコールスイニーを首相とし、ここにリビアは事実上の二重政府状態となった。その後、両者は、ファイズ・サラージを主犯とする統一政府、国民合意政府を樹立することで合意し、2016年3月31日を、もって、GNC は、サラージを議長とする、大統領評議会に権限を移譲するとした。 4月5日に GNC は統一政府への権限以上を承認したが、もう一方の方は統一政府を承認せず、遂に首相を率いる政府は依然として残った。8月には方が統一政府側の内閣を否決し、統一政府は法的な正当性を持たない状態に陥った。2016年10月14日、一旦は、 統一政府への権限以上を決め票部隊から去っていたはずの GNC が統一政府の最高諮問機関である国家評議会を選挙し事実上のクーデターを起こす。GNC は再びハリー・ファール・グワイルを主犯とする政府の発足を宣言し、ここにリビアは国際的な支持を受ける統一政府のサラージ政権、GNC のグワイル政権、 そして法のスイニー政権という三大勢力によって統治される状態となった。さらに、同年12月1日には、かつて GNC 政権の自称、首相を務めたオマール・アル・ハーシーが革命後投票議会の設立を宣言、新たに正当性を主張する政府がリビアに誕生した。2021年2月に、スイスのジュネーブにて会合が開かれた。 国連主導のリビア政治対話フォーラムにおいて、12月の選挙まで暫定的に大統領評議会議長をムハンマド・アル・メンフィ首相をアブドゥルハミード・ドベーバとすることで合意し、3月10日に飛ぶルクの方がドベーバを主犯とする暫定政権の閣僚人事を賛成多数で承認。トリポリの大統領評議会側も新政権への権限以上に同意し、 3月15日に暫定統一政権が発足した。1969年クーデターにより、政権崩壊2011年リビア内戦により、政権崩壊2011年8月23日まで、ベンガジを拠点とする反政府勢力2011年リビア内戦が終結し、退任2012年9月12日に副首相の ムスタファー・アブーシャーグールが首相に指名されたが、期限内の組閣に失敗し解任されたため任務、続行。首相に指名されたが後日、無効に、職務復帰。国際的に、リビアを代表する政府と認められたのはこの日まで、以降は自称。ありがとうございます。